高木虎之介、高木虎之介、田、鍵虎之介、1974年2月12日体は、日本のレーシングドライバー。静岡県静岡市出身。愛称は、虎、虎之介など。1974年に、静岡県静岡市の裕福な家庭に生まれた。中学在学中にカートデビューし、東海大学工業高校、現、 東海大学附属静岡商用高等学校を卒業した。カートデビュー後の1989年に全日本ナショナルカート A2 クラスでシリーズ優勝し注目を浴びた。翌1990年には全日本カート選手権 A2 クラスで優勝した。1992年にフォーミュラトヨタに参戦した。1993年より全日本解散。 選手権に参戦。1993年は2度の入賞。最高位は4位により5ポイントを上げ、その後同じく下位1ドライバーとなる。井上隆友に次ぐランキング10位となる。1994年は3度の表彰台を含め5度の入賞。最高位は3位。15ポイントを上げランキング6位となる。1994年に、 中島企画から全日本海三千選手権の参戦に、スポット参戦、翌1995年より、中島企画から、フル参戦を果たす。シーズン序盤は振るわなかったものの、第5戦のスポーツランドス語で、初優勝。第9戦の富士スピードウェイでは、日本一早い男、星野和義を、ホームストレートでかわして優勝。レース後の記者会見では、星野が、 中島悟る監督に、もうタイレルでもどこでもいいから、向こう、下位にやっちゃってよと漏らす一幕もあった。最終戦は、ポイントランキングトップで迎えたもののリタイアに終わり、チャンピオンは逃したが参照して、ランキング2位でシーズンを終了。若手有望株として、一躍脚光を浴びた。また1995年には、優勝したら俺の NSX あげると中島から、言われ、 約束通り、NSX を手に入れるというエピソードもあった。1996年と1997年は、全日本海参戦を引き継いだフォーミュラ日本に、チャンピオン候補として参戦するも安定した成績を、残せずチャンピオン獲得はならなかった。しかし、中島の支援もあり、翌1998年からティレルでの F1 参戦が、決まる。なお、 1997年は、ティレルのテストドライバーを兼任するとともに、翌年からの F1 参戦を見据えてのサーキット修熟を目的会一と閉鎖のポルシェカップへも参戦した。1998年に、かつて中島と片山右京も所属していた中堅チームのティレルから、前年のテストドライバーを経て、レギュラードライバーに昇格してデビュー。すべてのレースで予選に通過し、 時折上位を得ることもあったが、入賞はなく、最高位は9位。チームメイトは、シーズン開幕ギリギリまで決まらなかったが、ティレルを買収した BAR 代表、クレイグ・ポロックが、持参金を持ち込んだリカルド・ロセットをドライバーに起用するようティレルに要求したため、彼がチームメイトとなる。ロセットは5レースで予選通過に失敗するなど、チームとしての成績も低迷した。 チームとしてのベストは、カナダ GP での8位完走、ロセットであり、両ドライバーとも入賞することはなかった。高木自身もイタリア GP のウォームアップランで4位に入るのがやっと。外戦レースとなった、日本 GP では、レース中盤に、スケインで、ミナルディのエスティバントゥエロンに激突されてリタイアするなど、最後まで苦難の1年となった。さらにチームは、すでに、 BAR に買収されており、翌年以降は新体制で参加することを表明したため、この年をもってティレルは解散した。アローズへ移籍し、ペドロ・デラ・ロサとコンビを組んだ。この年も全てのレースで予選に通過したが、完走は4回で入賞はなし。最高位は開幕戦をオーストラリア GP の7位。デラ・ロサも完走4回と、マシンの信頼性にも苦しめられた。 チームとしてのベストは、オーストラリア GP の6位入賞、デラローサ。翌2000年は、下位1レギュラーシートを失い、やむなく国内レースに復帰。中島企画から、フォーミュラ日本に参戦し、シリーズ10戦中8勝という圧倒的な強さで、シリーズチャンピオンに輝く。この時の高木の速さの要因を、土屋圭一は、彼は、シフトダウンが、 他のドライバーと比べてとても速い。他人がブンブンと落とすところをブンブンで済ましちゃう。だから奥まで突っ込めるし、アクセルを開けるのも速くできると分析している。その後、日本 GP に BAR からスポット参戦が決定したが、結局走ることはなかった。2001年からの F1 復帰を模索するがシートを得ることができず、トヨタからの誘いを受け、 チャンプカーワールドシリーズ、カートに参戦。同時に、中島企画を離れ、自身のマネージメント会社、高木企画を設立し独立した。2003年に、レギュレーションの問題からトヨタが、エンジンの供給先を、インディカーシリーズ、R に変更したことに伴い同シリーズへ移籍するが、結局2004年シーズンを最後に、アメリカから鉄。カートと R への参戦は、 トヨタ海一からの F1 復帰を見据えたものだったが、高いパフォーマンスを見せることができず成績は低迷。この原因としては、多くの関係者が、海一時代を含めて、長期間海外のレースを戦っているにもかかわらず、なかなか語学力が向上せず、最後までエンジニアとの間のコミュニケーションに問題を抱えたことを指摘している。2005年より、再び国内レースに復帰し、 自らのチーム、高木プラニングウィズセルモで、フォーミュラ日本、セルモから、スーパー GT、GT500 クラスの両シリーズに参戦。フォーミュラ日本では、かつての圧倒的なパフォーマンスは見られず、本人のカート、R はオーバルコースが多いため、ロードコースでのドライビングが下手になってしまったという、こと通り制裁を書いた。一方のスーパーでは、これまで、 本格的なツーリングカーレースへの参戦はなかった。ものの立川雄二とのコンビでシリーズチャンピオンを獲得した。以降、フォーミュラ日本には2006年と2007年にチームルーマンから参戦したが、結果を残すことはできなかった。スーパー GT には引き続きセルモから2007年まで参戦、通算4勝し、2008年はサードから参戦したが、未勝利に終わった。 2009年より自身のレース活動を休止し、カートショップ及びカートチームのオーナーとして、後進の育成に力を注ぐほか、2010年から2016年までかつて在籍し、チャンピオンを獲得したスパーグッドのセルモの監督を務めた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。